はい。11月15日、静かよすけの仮想通貨予報です。えー、仮想通貨市場、急落、暴落しております。ビットコインが今、65万1500円というところまで、えー、下落しております。10%を超えるような、えー、一時下落。 となっておりました。今日、昨日か安いところ60万906円。国内市場はまあ、ギリギリ60万保ったような形なんだと思いますが、多分、取引所によっては60万円割れという形に、えー、なっていたんじゃないかなと思います。一応そこから戻して、六、え、十、ー、65万円ぐらいのところ。まあ、もうちょっとで、一応最安値までの半年を戻しぐらいにはなるのかなと思いますが、 ちょっと厳しい気楽でしたね。一応ここの68万円ぐらいまで、68万円後半ぐらいまででこの止まっていたレンジを下抜けてしまいましたというところですんで、えー、だいぶ形が悪くなったというか、なんでだっていうことになると、その特段材料みたいなのがはっきりしてないんですけどね。ただ、 まあ一部の話によりは、その、ハードフォーク後のビットコインキャッシュに乗り換えるっていうので、えー、ビットコイン売りでキャッシュを買ってる。たらキャッシュ買ってるって感じでもないのかもしれないですね。今一旦ポジション崩してるっていうだけなのかもしれませんが、えーまあ、そこら辺の動きが出たんじゃないかみたいな見方もあるようですけどね。まあ、ただ、まあ、どっかの筋がバーンと売り、 たたいたっていうだけかもしれないんですけどまあこの辺が仮想通貨の面白さっちゃ面白さなんてまあ一旦下に振ってそこからっていうのを期待していた方も多かったと思うんでどうしてもその反動つけないと上がっていかないですからねとは言いながらあなんか 一昔、まあ一昔前とか言うとあれですけど、今の仮想通貨市場に、じゃあ今がチャンスだっていう資金が入ってくるのかっていうのもあるんですよね。で、この出来高見てみると、大してできてないしっていう、そのこれだけ下がった中で、国内、ね、まあ夜中だっ日本時間夜中だったからっていうのももちろんあるんですけど、 しここのなんか上昇局面と同じぐらいの出来高しかできてないんで、これ、まあ、な、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、1時間足でちょっと動き確認しておきましょう。 下げ大きく下落したのが夜中1時ぐらいですね。まあ日本時間としてはなかなか、えー、もう寝てる方も多かったんでそんなにできなかったっていうのはあるのかもしれないですけどね。ちょっと寂しいですよね。こんな飽きないでは。っていうのがやっぱり仮想通貨市場全体の問題なのかなという気もしております。えー、夜中1時台に下げ始めて 5時までもうずっと下落を続けた。で、5時台60万906円の安値をつけてですね、そこから反転ですかね。ちょっと冷やしに戻しました。これがいつ、まあ年初来安値なんですね。この水準60万円台っていう、あの、前半っていうのが。ちょっともう1日足だと遡れませんので、1週間足。1週間足にするとだいぶなんか寂しい感じになっちゃいますが、 この辺ここの安値、11去年、ちょうど1年前ぐらい、11月の半ばの週、ここの安値が60万250円でした。60万円台は、それなりにサポートの買いが入るのかなっていう感じでは <laughs> ありますけどね。で、あと、ここの安値、これが64万5 50, 50円なんで、ここを2月1日の安値割り込んだ。そんな格好ですかね。 一応下げ止まったっていうふうに、えー、見てあげたいところなんですがこれをだからまああのー、まあ週足ベースでもいいですし冷やしベースでもいいですけどまたそれなりの要線つけて上がってきたタイミングではい下げ止まりだなっていうのを確認しなきゃいけないんですけど最近のビットコインの急落場面って結構戻りが遅いんですよねこ,、まあ、この辺とか見てもそこで 2、3日もみ合っちゃったりとかして、そこからやっと戻ってくるって感じなんで、まあその、今すぐにっていうわけじゃなく、ちょっと2日3日様子を見ていただいてエントリーされるのが良いかなと思ってます。価格が、まあどこまで戻すかっていうのはちょっと今のところパッと見えないですが、まあ一応、昨日、まあこの足ベースで、 跳ね戻しぐらいしてあげたい。68万円ぐらいまでは戻していきたいかなっていう、そんなところですかね。ちょうどこのサポートになりやすいところだったんで、まあ一応節目として68万円台あたりがちょっと重たくなりそうなところですね。まずはそこに到達するというところでしょうか。 同じようにイーサリアムも急落しております。昨日安いところ18,750円まで下げております。で、まあ、戻りが鈍いんですね、イーサの方がね。今二2 2 3 8円というところなんで、えー、今の今だと全然安値からまだ半値戻しとかも全然できてない状況になっております。イーサについては <laughs>、 意外とね、将来安値じゃないんですね、これが。えっ、ー、と、この5月、あ、違う、9月の11日の安値がありましたんで、まあ一応ここのラインでやっぱり止まるんですね。1万8000何ぼのところで、えー。っていうのが、まあ過去からの、な,なんだかわかんないですけど、ここで買いが入る、えー、ところだったっていう。逆にここ割れなかったっていうところが、 なんか千いっぱいで分かりにくくなっちゃいますけど、<laughs> っていう感じ。まあ過去を遡ってみても大体この辺で一応止まってはくれる。ここポンと下抜けてるところもありますけどね。1万、えぇ、ー、6000円あ、1万8000円でしたっけのあたりで一応ストップしてくれたんで、えー、まあそれだけ良かったなっていう。 ですかねあとは2万円台まで一応戻してくれてはいるんで、えー、今日は2万円台をでなんとかキープできるか、その辺が見どころかなと思います。1時間足もちょっとあんまり見てもって感じなんで、えー、またこれ2万円割ってくるとした このサポートラインをもう一回試すような感じになってくる可能性がありますんで、えー、こちらもその辺に注目していただくといいのかなと思っています。そして比較的影響少なめなリップルですね。昨日、まあ確かにリップルも大きく下げた、安いところは随分下げたんですが、 なんだかんだで、50円台割らないぞっていうところ、安値50円12銭ですからね、昨日。えー、そこから戻して54円13銭というところまで一応戻ってきてくれてはいます。うーん。まあ、50円台でそれなりに値固めできてきたのかなっていうところもありますし、まあ、ちょっと薄めでは、 極薄の雲ではありますけれども、このサポートもね、ちょっとオーバーシュートしましたが、あるのかなとか思ったり。であと30日度平均の上まで一応戻してくれてはいますんで、で今日はまあ戻すとして7日あたりまで戻してくれるか上の赤い線56円61銭ですか、リアルタイムで,で。ここ、まあちょっと難しそうですけどね、50、とりあえずは55円ですかね、そこまで戻したい。で、下、 ね、目処は53円36銭の30日移動平均のこのあたりかなと。一応急落みたいなところは終わったのかなという感じがしますけど、えー、ちょっとどうなってますでしょうかね。うん、一応、これだけ一応リップルに関しては下ひげ長く出てますんで、それが一応の安心感かなというところであります。 あとはその、まあ、材料の一端になってるのかなっていうビットコインキャッシュですが、まあ、ビットコインキャッシュが別に今買われてるわけではないですね、そんなにね。えー、昨日急落5万円割れまでしました。安いところ4万7562円まで下げて、今5万円ぐらい回復5万683円ですね。えー、というところまで下げました。ハードフォーク後にそのビットコインを売ったキャッシュが入ってくるのかみたいなことなのかもしれないんですけど、 まあこればっかりはハードフォーク終わってみないと分かんないっていうところなんでしょうから、えーまあ、ただただ見守るしかないんですけどね。何せよもうがあの投資家の期待が高まっていることは確かだと思いますので、えーまあ、もしこ,これからエントリーしようと思っている方はその動きを十分見ていただいた上でエントリーしていただくといいのかなと。 でとりあえずは5万円台を守りきれればいいのかなっていうところかと思いますんで,で上の方はちょっと重たいですね雲もあるし30日が5万3994円その上赤い線7日移動平均5万7283円ということで短期線中期線がこの辺にあるし雲もあるしということで5万円台後半まあ後半っていうかもう5万4000たりからちょっと重たくなってくるのかなというところですね で最後ネーム、ネームも比較的粘持ちよかったところで、今日、まあ、足の時間があの他の取引所と違うので、この財布のネームに関しては、えー、12時で足が入れ替わりますので、えー、今日の足で安値をずいぶんつけていることになってますが、安値今日10円ちょうどまでありました。なんとか10円を割らずにキープしてくれているというところで、10円 が近づいてくるとやっぱり買いが入るということのようですね。で、今戻してきて10円95銭というところでした。11円をちょっとギリギリ割っているようなところなんで、11円台までまた戻せるかどうかなっていう感じのところです。で、あと、下値の節73銭のこの青い線、うん、と30日移動平均と、その、えー、ちょっと上にある雲の加減10円、えー 81銭かなっていうところで。あと戻すとすると、この7日11円27銭ぐらいまで戻してくれると、えー、いいかなとで。あとはその上11円53銭の、えー、雲の上限っていうところが、まあ、一応テクニカル的なポイントいろいろあるんでしょうけど、あと、 まあネムはそのコインチェックの取引再開みたいなところが材料でここのところを随分戻しましたんでここの2日間くらいで安くなったでっていうところでネムがまあコインチェックから再びし新しい資金で買いに来るっていう期待もそれなりにあるのかなとは思うんですがなんかそれならストレートにビットコインを買いに行ってしまいそうな気もしますんで 時間足こちらを見ておきましょうですね安値つけたのが5時ぐらいというところまあそこから戻ってきてまあ他の通貨と変わらないですからね、まあ、ただそこまで緩やかにやっぱりこれでも下がってきてるんで、うん、比較的オルトに関してはその下落するこう前兆があったんだなっていう感じはしますよねっていうところですかね 一応ここで底を打ってまあ、戻せるかな。11円80銭とかですかね。うん。とりあえず目先すぐの目標はこんなところかなと。